坂戸ボーイズ潜入第2弾、第1弾前回の動画は概要欄からチェックの方をよろしくお願いいたします。選手たちね、笑顔で元気よく声出してエンジョイベースボールを行っておりました。みんなね、生き生きとしてプレーしているので皆さんチェックよろしくお願いいたします。そして今回は翔平がボーイズの打撃練習に参加、そしてこの辺り、今回は坂戸ボーイズ打撃編です。翔平以外でもね、選手たちの鋭いバッティングをご覧ください。どんなポイントも球が悪くね。大悟コーチ、開きが早いほら、めっちゃ言うやん。どうすこのちょっと上とか下とかで言ってもいいですか。こことか言ってますけど、ちょっとこう多分打感が変わるって。あ、なるほど。多分なんか変な、全然違う。折れそう。多分打感が変わるんで、これで多分自分ら多分気づくと思うんですよ。あ、なるほど。違ったなとか、ちょっとずれてるなとか。俺は違う。このヘッド効かすっていうので、ラスト1周打った感じはこっちの方がいいな。危ない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 危いい練習になる。練習的にいい練習気分にしたらいい。これはこの壊すためのやつなんで、これ振った後のこれがやっぱ軽く感じるんで、強く振れますよ。これはもうミントなんで。皆さんどう？いいよ、いいよ、いいよ。どう？インゼル振った。この辺か。はい。なるほど。ちょっとヘッドをこう出す。こういうことなんですね。そうそうそう。ちょっと上だったんで、ここは
中野ボーイズ最高。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、アイシャーよーし、 OKOKOK、そう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 、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。